こんにちは。アマゾンシスサポーター、堀秀夫です。今日は12月27日。まあ昨日が12月26日、ボクシングデーだったわけなんですけど、まあシドニーのチャツウッドというね、えー、シドニーの、まあノース、割といい地域だと言われている、まあ北側の地域の住宅街の中の繁華街、繁華街、ショッピングセンター。まあ日本で言うとどうかな。 日本で言うと、住宅街の中の大きなショッピングセンター、えー、多摩プラザ。自由が、あ、双子玉川か。双子玉川ぐらいの感じの場所ですかね。えー、に行ってきました。で、双子玉川ですよ。ね新宿でも渋谷でもね、ね、えー、秋葉原でもない、まあ、その、まあ、いい住宅地と言われている中のショッピングセンター、ね、えー、 ウエストフィールドという、まあ、こちら大きなショッピングモールですけど、その中のね、レベルという、まあ、大きなスポーツ用品店。まあ、そのスポーツ用品店の中の様子がこの写真。ね、床になんかサンダル捨ててあるんですかワゴンセールでもなきゃサンダル捨ててあるみたいなね。これね、見た人が戻すのめんどくさいから床にぶん投げていくんですけど、それ誰も直しません。 店員が足りてないわけじゃなくてね、店、まあ、員は暇そうに突っ立ってる店員とかいますけど、直さない。売り場は、えーまあ、基本的にほったらかしというのがオーストラリア流。ね、すごいなとと、ね。いっぱい売れるこうとかよりも、やっぱこの辺が違い、カルチャーショック受けるんじゃないかなというの、ね、ちょっとね、えー、紹介しておきます。で、これね、えー、こう、マネキン、ね。誰かがいたずらしてパンツを下ろしてます、ね。でも直さない。 まあ少なくとも見てる間だけでも店員はね、20人、延べ20人ぐらいこ通ってますけど、一切直さない、ね。ほったらかしがオーストラリア流。だけど、街にはなぜか可愛くね、こういうサンタの帽子のディスプレイとかあったり、まあ、駅のね、えー、ホームではこんなうに、ね、ボクシングですごいね、売れてますみたいなね、テレビのディスプレイながあるんですけど、 売れてますって言ってオーストラリアの人の買い物で違和感を感じないのはこういうふうにねえ売れ場は荒れ放題ね補充とかねあんまされてないね多分補充する人がいれいるんだろうけどねまあ誰も何も言わないからめんどくさいしあのやらない自主的に動くっていう従業員はオーストラリアにはいないまあつまり何が言いたいかというとまあ日本では普通の当たり前だと思われてるね 売り場をきれいにしとくとか、買い物しやすくしとくとかね、えー、品物が切れたら補充するとか、た、まあ、多分役割分担されてなくても、てか役割分担なくてもね、気づいたものは自主的にやれとかいうね、わけのわかんない指示でも働くのが日本人。まあ、ところがオーストラリア人はね、えー、例えばこれ、売り場を整理する係の人、このサンダルコーナーの人であっても、サンダルコーナーのね、えー、マネージャーがあ,あそこ荒れてるから、あのきれいにしろと。 言わないと動かない。これはオーストラリア流です。まあ、そんな状態の中ね、えー、整然とカタログがあって、品切れといつ届くかまで分かるというアマゾンがいかに素晴らしいかというのをね、まあ、本当実感しました。やっぱ今ね、えー、シドニー滞在していて、結構アマゾンの箱が、ね、配達されてるとかね、えー、いうのも増えてます。 まあ今年はね、うまくいった人、うまくいってない人いますけど、まあ、来年はね、えー、こういう混んでて乱雑なね、えー、売り場で買うよりも、アマゾンのセールで買った方がね、えー、全然楽だしお得じゃんというような風にね、まあ、おそらく感じる人がかなり増えてるはずです。まあ、今年のね、えー、ボクシングでのこの売り場を見て、やっぱりアマゾンが氷を制覇するだろうなという思いを強くしたんでね、この 売り場の参上。まあ、ちょっとね、えー、お届けしました。まあ、これね、あのここがひどいんじゃなくてね、多分これ、標準、標準よりもしかしたらよくて、この有様まあひどいとかもっとすごいことになってる。何しろ、ここ、双子玉川ですからね、まあ、新宿とか秋葉原はもうすごい状態になってると思って間違いない。まあ、そんな乱雑で混んでてね、買い物しにくいところで買うのがいいのか。 それとも、ニコタマでも、この有様あ、そうそう。この有様でもね、えっ、ー、と、レジでね、会計するまでおそらく20分以上待つっていうようなぐらいに並んでました。ね、それぐらい、なんか、すべてがスムーズ。会計も遅きゃね、売り場も整然としてないと。まあ、そういうね、ストレスの多い買い物をしてるのが、ね、今の OG なんで、まあ、この人たち、ね、アマゾンの便利さ知ったら、まあ、もう戻ってこれないぐらいファンになるだろうなと思いますんで。 まあ今からね、えー、シドニーの売り場を見て、来年のアマゾンのホリデーシーズン、すごい楽しみだなと思いました。そんな形で、えー、今年もあと残りわずかですけど、まあ来年はまたね、商品探しどんどんして、来年のホリデーシーズンはかなり来ますんでね、えー、そこでがっつり設けていただければと思います。以上、アマゾンシスサポーター、堀秀夫でした。